インターステラ杯決勝トーナメント間もなく開催。今回は5ポイントマッチ、各地のパワースポットを回り5点獲得を目指します。パワースポットでは両チーム激しくぶつかることでしょう。そこで大切なのがパスワーク。旗をボールに変え味方にチャンスを託します。そして勝負を決するのはセンタースポット。星の中心に旗を刺したチームの勝利です。勝利の女神は誰に微笑むのか。ステラダッシュセカンドレース。